皆さんこんにちは、イフ奥村です。本日なんですけども、たびたびご紹介しております大人気の IFVR8 のご紹介をしようかと思います。こちらのレボシートを使ったカスタムが IFVR8 と呼ばれるものなんですけども、今回こう見ていただいてわかるかのように、いつもと何か様子が違うなみたいななってるかと思うんですけども、これもおいおい紹介していこうと思います。それでは VTR スタート。イフでは8人乗り仕様といってもいくつかシートカスタムがございまして、こちらのレボシートを使ったのは4ナンバー8人乗りと言われて、貨物車登録のまま乗用定員を増やすという仕様になってるんですけども、こちらはレボシートがやはりすごい人気の理由となっておりまして、車中泊を始めたい方、すでに車中泊をしている方などにすごい人気の仕様となっております。なぜ車中泊に向いているかと言いますと、このレボシートは180度開くことができまして、で2脚搭載しているので、2脚をひっつけると大きなベッドのようなシートになるのが特徴で、それがすごい人気な理由となっております。私自身も実際車中泊をしたことあるんですけども、私はワイドバンでしたんで、今回はナローボディなんですけども、このナローボディでも十分大人が2名、子供が2名とか寝ることができて、本当に家族とかでしたら大人3名と子供2名とかでも十分寝れる広さとなっております。でシート自体もすごい厚みのあるしっかりとしたシートなので、寝ていて朝起きて体が痛いとか寝心地悪くて寝れなかったとかいうのももう全くなかったんで、快適に朝まで寝ることができて、こちらのシートベルトも直すことができるので、本当のベッドみたいに使用していただくことができます。レボシートはお客様のお好きなデザインや色を選ぶことができるんですけども、ダークプライム通帳とかそういった純正に近づけたデザインも中にはございます。本当に何百種類という中からお客様に選んでいただくんですけども、もう皆さんそれを選ばれるのがすごい楽しいっておっしゃってまして、お客様それぞれのオーダーメイドのような一台に仕上げることが可能となっております。レボシートを使った IFVR8 の仕様には、こちらのロングスライドレールを敷いていることも特徴の一つとなっておりまして、ロングスライドレールと一緒にこのフロアフローリング施工もあるんですけども、 IF のフローリング施工はきちんと下に床板を敷いてからフロア材を敷いているので、とてもしっかりした作りになっておりまして、やはり CF マットだとどうしても浮いてきたりとか空気が入っちゃったりとか傷に弱かったりとかいろいろあるんですけども、こちらのフローリング施工は本当にお家の床のようにしっかりしているので、汚れもつきにくくてお手入れもしやすくって、とてもおすすめの施工となっております。こちらのフローリングのフロア材も何十種類からお客様のお好みのものをお選びいただくことが可能です。 IFVR8 はロングスライドレールを敷いているために、このシートの位置を自由にスライドさせることができまして、また座面と背もたれが分かれていて、どちらも起こしたり倒したりすることができるので、シートアレンジをする中で対面シートにすることができます。対面シートはご家族の方にすごい人気となっておりまして、例えばサービスエリアで少し休憩してちょっと食べ物を買ったりするときに、テーブルがなかったらなかなか食べにくかったりするかと思うんですけども、こちら対面シートカスタムに合わせてテーブルをつけることも実はできまして、でそちらのテーブルも取り外しが可能だったりと、とても便利なオプションとなっております。ロングスライドレールを敷いているためにレボシートを折りたたんで一番前までスライドした状態ですと、かなりの荷室が広い状態になっておりまして、例えばサイクリングが趣味だったりとか、バイクでちょっと遠出をしたいと言われる方にもおすすめのシートカスタムとなっております。こちら4ナンバー8人乗りと紹介してたんですけども、
実は5ナンバーの8人乗りに乗用車登録することもできまして、その際もきちんとシートベルトリマインダーを取り付けますので、お客様も安心して乗車していただくことができます。いかがでしょうか。 IF の IFVR8 はお客様のお好みのシートのデザインを決めることができて、お客様の理想の1台に仕上げることができると思います。この他にもたくさんシートカスタムはございますので、気になる方はぜひ一度 IF のホームページをご覧いただければと思います。また大変好評いただいております IF のコンプリートカタログも無料で送付させていただいておりますので、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。それでは本日もありがとうございました。